GSLV とはインド宇宙研究機関が開発した使い捨て型の静止衛星打ち上げロケットである。GSLV 計画は1990年に静止衛星の打ち上げ能力の獲得を目的として開始された。当時のインドはソビエト連邦に大型衛星の打ち上げを依存していた。第1弾の S125、S139 個体燃料モーター。 第2弾及びブースターに用いられるビカース液体燃料エンジン等の主要コンポーネントは PSLV から受け継がれた。その一方、第3弾エンジンはロシアからの調達が決定し、1991年にはロシアとの間でエンジンの技術移転を含む調達契約が結ばれた。しかし、翌1992年にアメリカ合衆国がミサイル技術管理レジームに基づき、 ロシアからのインドへの技術移転に異議を唱えたため、契約は撤回された。結果として、技術移転を伴わない7機の KVD-1、上段及び1機のモックアップの引き渡しが再契約された。最初の GSLV マッキーの打ち上げは2001年4月18日に行われた。GSLV マッキーは3段目に、ロシア製の液体水素エンジンを搭載していたが、 g s l v m II ではインドが開発したエンジンが変更されることとなり、2014年1月5日に国産エンジンを搭載した g s l v m II による衛星打ち上げに成功した。インドは1994年から極低温上段プロジェクトを開始し、3段目の国産化に努めていた。GSLV は PSLV に高力の液体燃料、 ロケットブースターと低温液体燃料ロケットの第3弾を加えることで打ち上げ能力を向上させた3弾式のロケットである。第1弾は固体燃料ロケットで、第2弾は自己着火性推進剤を使用する液体燃料ロケットである。これらは PSLV から受け継がれた要素である。第3弾には GSLV マッキーではロシア製エンジン、 現用の GSLV Mark II では、独自に開発された低温燃料、ロケットエンジンを使用している。4機の液体燃料ブースターは、第1弾コアステージを囲むように取り付けられている。このブースターは、コアステージよりも長く燃焼し、当機の際は、コアステージに固結されたまま、第2弾から分離される。そのため GSLV は役目を終えた。 コアステージモーターケースを抱えながら飛行するという、極めて特殊な構成を取るロケットである。GSLVM2 は低軌道へ 5000kg、傾斜角18度の静止トランスファー軌道へ 2500kg の衛星を投入できる。S-125 を第一弾として使用する。GTO-2500kg の打ち上げ能力を持つ。運用終了。 S-139 を第1弾 L40H を液体燃料ブースター L37.5H を第2弾として使用する。これ以降、液体燃料ブースターと第2弾の燃料が UH25 に変更された。GTO2900kg の打ち上げ能力を持つ。運用終了。推進剤が15トンに増量された C15 を 第3弾として使用する。運用終了。国産極低温エンジンを搭載したカス十1 2を第3弾として使用する。GTOO に 2200kg の打ち上げ能力を持つとされる。以前はロシア製の低温燃料エンジンを使用していた。運用中。2021年8月12日、地球観測衛星 EOS-03 の打ち上げに使用されたが、 三段目の点火に失敗して墜落。国産極低温エンジンを搭載したカス15を第三段として使用する。GTOO に 2350kg の打ち上げ能力を持つ。運用中、パム G を第四段として使用する。中軌道への即位衛星の打ち上げを想定しているが、正式軌道へ 955kg の衛星を直接投入することも可能とされる。 開発中。2014年12月に試験機の打ち上げ、弾道飛行に成功。2017年6月には人工衛星の打ち上げにも成功。4500から5 0 0 0ラムのインサットマイナス4、9の大型の静止通信衛星の打ち上げや、有人打上げを目的としている。GSLVM3 の打ち上げ実績に関しては、GSLV3 を参照。 ありがとうございます。